アナコンダ。アナコンダは、ボアカアナコンダ族に属する、蛇の総称。有名な種として、オオアナコンダと、黄色アナコンダがあり、単に、アナコンダといった場合は、ほとんど前者の方を指す。水星で、トリニダード島の南部湿地と、南アメリカの熱帯雨林の湿地や川に生息する。アナコンダは、スリランカに分布する、アミメニシキヘビ。 学名パイソンデティクーラタスの現地名である、シンハラ語のヘナカンダもしくは、タミル語のアナイックコンダに由来する。南アメリカに生息するヘビには誤ってつけられた。アナコンダ族は、花が小さな鱗ではなく遮蔽立て、シールドで覆われているところが、ボア族と異なる。三枚の花の遮蔽立ての内部で反対側に、接している。一般的な体色は、暗い茶色で、 背中には二列に楕円形の黒い斑点があり、体の両側には小さな白い斑点が並んでいる。腹部は白っぽく黒の斑点がある。水性と木の柄の両方で生活し夜行性である。主に鳥類、哺乳類を食料とする。獲物を待つ時は水面に頭の先だけ出して水中に潜んでいるか、水面に突き出した木の枝に絡みつくかしている。 大型古代ではジャガーを捕食した例もあるが逆に捕食される例も少なくない。アナコンダは気質に悪評があり、さらに大アナコンダは大きすぎるので、ボアと比べるとペットとしては人気がない。最大のアナコンダの全長は9メートルだが、はるかに大きい例も報告されている。有名な報告の一つに冒険可能によるものがある。1906年に南アメリカでフォーセットは、 アナコンダに発砲し図を負わせた。フォーセットの報告によると、鼻から尻尾の先まで18.9メートルであった。かつては、フォーセットは事実で正確であると主張していたにも、かかわらず、巨大アナコンダの報告は嘲笑されていた。は、フォーセットは害して正直で信頼できると主張し、彼の擁護をした。さらにフーベルマンは、一般的に受け入れられている見積もりを大幅に超えた。 標本が発見された時は、主な研究者は、ヘビの最大体調に対する認識を訂正すべきだと指摘した。かつては、アナコンダの最大の体調は6メートルが広く認知されていた。巨大アナコンダの報告は20世紀末になってもあり、フジテレビ系のバラエティ番組世界超密着 TV、我々八球人だ。うちの特集ネイクハンターさんにおいて、 フィリップ・マーキュリーと番組ディレクター・キフシともやを中心とする探検隊がアマゾン奥地に入り巨大アナコンダの探索を行った。この時紹介された目撃情報には前日のものに近似の18メートルという体長も含まれていた。なお、キフシはこの探索の最中、探し求めていた大型種と思われるアナコンダに襲撃されて負傷、入院している。 番組においては、アナコンダに捕食された人間や捕獲された巨大アナコンダの映像も紹介された。アナコンダは平均で日本との皮膚を脱皮する。アナコンダの皮膚は元の大きさの最大30%伸びる。大蛇論争とは、1957年頃に日本で起きたアナコンダの長さをめぐる論争。作家でアマチュア動物学者のサネヨシタツロウが著書、 アマゾニアの恐竜中で外略を述べている。ダイジャロンソーという名称は、これを報じた、ブラジルの日本アザ新聞に出たものである。ブラジルデザインを成した、日系移民の男性が、雑誌、文芸春秋に書いた記事の中で、これまでに知られたアナコンダの最大のものは、長さ50メートルあったと主張し、動物学者の高島春夫が、蛇の全長の最大は9.5メートル。 当時の記録であり、そのような巨大なものはあり得ないと反論したことに、始まる。その後、他の日系移民の人々も何人かが意見を寄せ、30から40メートル程度のものならいる、目撃者がいる、自分も目撃した、等々の論人を張った。50メートル説の根拠とされるのは、1949年頃に、ブラジルの多くの新聞に掲載された、 ブラジル陸軍の国境警備の駐屯部隊が五百発の弾丸を打ち込んで仕留めた巨大蛇の事件で、計測では全長五十五メートル、胴回り二メートル、重さ5トンであったとされ、写真も撮影されたと言われる。サネヨシタツロウは、作家の黒沼健が挙げている、南米人将校が十三メートルの蛇の皮を持っているというので計測したところ六点五メートルしか、 なかったという例、上記のブラジル陸軍の例では、蛇の長さ、太さ、重さ釣り合いが全くデたらめである、などを引きながら、多くの巨大アナコンダの目撃例や、遭遇例は極めて実証性に乏しく、信用が置けないとしている。もともと、南米の原住民は、アナコンダの類を神として意付しており、それが定説をはるかに超える、巨大蛇の伝説を生み出したり、 南米に当時まだ広く残されていた人赤未踏の水林の存在などから白人系の人々も巨大蛇の実在をすり込まれ、それに日本人移民が影響されたのが真相であろうというのがサネヨシの意見である。彼によれば未開のジャングルの中で十一メートルくらいになったナコンダがいる可能性はあるが未確認それ以上のものがいるとは考えられないという。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。